国鉄キハに36,450系、機動車キハに36,450型は、日本国有鉄道の前身である、鉄道省が1931年に2両を試作した電気式ガソリン動車である。1931年秋に日本車両製造と、川崎車両の2社で、各1両が製作された。設計は、車体と台車が鉄道省、ガソリンエンジンは、 池外製作所、主発電機は、芝浦製作所、主電動機及び空気圧縮機は三菱電機、制御機及び電動送風機は、日立製作所、ブレーキ系は三菱電機及び日本エアーブレーキが、それぞれ分担して担当した。当時量産中の三十二軽電車に準じた、設計の溝傾向を大枠に使用する、秒節構造の反光性20メートル級車体を、 備える。窓配置は D1X3DD12DD で、客室座席は飛袋窓及びこれに隣接する1枚分がロングシート、残る10枚分が向かい合わせ式の固定式、クロスシートとされた。このセミクロスシート配置は、ラッシュ時の乗客乗降を円滑にする目的とともに、駆動台車に搭載されている手電動機のための、 点検外との干渉を極力避けるという目的もあって採用されたものであるが、それでも位置関係上干渉が避けられず、クロスシート寄りの点検外は、これとの干渉を回避するために、平面型が凸型とされていた。側窓は、戸袋窓以外の客室窓が、すべて二段上昇式、機関室のみが加工窓とされた。車体の各構成部品は、 当時の小細式品を多用してあり、通路には優等客車に準じて炭壺が設置されるなど、重量軽減に対する意識は高くなかったと推測される。なお、地方ローカル線での運用が前提であったため、客用扉はステップ内蔵となっており、この点は32軽電車とは異なる。荷物室は荷物扉とその脇の飛ぶ黒窓部分が割り当てられており、 荷重1トンとして設計されていた。この荷物室の片隅には、陶器の暖房用として、縦型ボイラーが設置され、客室には、客車用と共通の蒸気暖房用スチームヒーターが、設置されていた。これは低出力な発電システムゆえに、電気暖房に咲く、余剰電力が存在しなかったための苦肉の策である。機関室は、窓が 1X3 配置の部分に割り当てられており、 直上の屋根左右側面には、細長い冷却水、潤滑油用、ラジエーターパネルが水、油、水の順に、屋根中央部には2機の大口径強制送風ファンが開口部を設けて、それぞれ線路方向に並べて搭載されていた。前面は、非貫通式3枚窓配置で、32軽電車に、順次たフラットで雨どいも直線上のシンプルなデザインとされ、 全消灯も当時の電車に準じて、中央窓直上の幕板部に装着された。動力源となるエンジンは、キハニ5000型に引き続き、外外製作所製の大型ガソリン機関が搭載された。この機関は、車内機関室の床上に設置され、始動をセルモーターに依存し、速度調整器により、回転数を 1350rpm 以下に、 自動調節されるようになっており、指示下には振動防止のため、高質ゴム板を挟んでマウントされていた。この指示下を含めた本機関の重量は2トンで、後の GM 回13及び GMH17 や DMH17、あるいは同時期のウォーケ車などの輸入ガソリンエンジンなどと比較すると、格段に大出力ではあったものの出力、重量比が低く、 機動車用機関としては課題重量であったことがわかる。機関の冷却は、水冷式で機関室の屋根左右側面にラジエータパネルが設置され、ポンプによる強制駆動で機関を冷却し、冷却水は屋根部より補給を行う構造であった。なお、冷却は自然放熱式ではなく、メガヘルツ5 2電動送風機2機で強制冷却された。 機関からの動力を電力に変換する主発電機は、機関直結式であり、発電機負荷電流の変動に対して、出力を一定に保ちやすい、多冷式回示を備えた、半密閉式自己通風型の DM29 が、芝浦製作所の手で設計された。この発電機は、端子電圧 750V 時定格出力 135kW であった。制御機は、 当時の電気機関車用に準じた単位スイッチ式で直並列切り替えには CS5 などの電車用制御機にも未採用の端とあたりが実装され接触機を中間段階で挿入することで直並列、切り替え時の主電動機出力低下による衝動発生を極力抑えるように工夫されていた。主電動機は三菱電機の設計による MT26 が 客室側二軸台車に2機、吊り掛け式で走過された。波数比は26時56分イコール2.15で、設計最高速度時速 95km、通常は、単車運転時が、平坦線で時速 75km、10パーミル登り勾配で、時速 50km、最大勾配となる12.5パーミル登り勾配で、時速 40km を発揮可能とした。 もっとも、制御者連結時にはこれらの性能は著しく低下し、平坦線で、時速 68km、10パーミル上り勾配で、時速 32km、最大勾配となる12.5パーミル上り勾配で、時速 26km となった。台車は、重量の関係で、機関室側付随台車が3軸ボギー、客室側の駆動台車が2軸ボギーという変則的な、 構成とされた。しかも、両台車とも当時の TR72TR14 といった既存品に類似する釣り合い常識ながら、H 型項を複雑に加工した側枠を備える専用設計品が装着された。この時期すでに次世代の小正式台車である TR23TR73 は設計が完成しており、十二系電車やスハ十二系客車から、 量産採用がスタートしていたため軽いな印象を与えるが、これはその構造等から自重課題を避ける必要があって採用されたものと推測されている。ブレーキシステムは電車用制御付随車を連結して運行することが当初より考慮されていたため、当時量産中の電車に準じて営動差弁による自動空気ブレーキが採用された。ただし、 運転台の自動ブレーキ弁は G-1A と、称する機種が搭載され、ブレーキシステム全体も合成動装置と呼称した。この G-1A ブレーキ弁は長大編成での運行は考慮外で、あったため、内部に釣り合いピストンを内蔵しておらず、外部に釣り合い空気ダメも、必要としない、という簡易な設計のものであった。竣工後、直ちに、前原機関区に配置され、 線形の平坦な東海道、北陸線、彦根長浜間で、区間列車用として、炭鉱運転にて、収益開始した。その後、1936年には既存の木造電車を改造した木久一16,800、軽制御車を増結し、当初計画通りの総括制御運転を実現した。重量課題で十分な性能とは言いがたかったものの、 電気式上に既存技術の流用部分が多く、クラッチや変速機などを持たないため期間にかかる負担も少なかったらしく、運用期間中の故障はわずかであったと伝えられている。もっとも燃費は極めて劣悪、不経済であった。1934年2から4月の前原機関庫での実績によれば、1km あたりのガソリン消費量は1.414リットルで、 後を追って開発された軽量機械式車の機ハ4万1000系の3倍にも達した。戦時中の燃料統制で、機動車の運行は困難となったため、1943年までには旧車となり、戦後になって機関を下ろした状態で新鶴見創車場や大井工場の職員通勤用客車として一時、使用された後、大井工場で台車を装着したまま、事務室代用として使用され、 1949年に廃車解体され、少なくとも1台の車体部分は立派な三角の屋根や雨どい、日差しをつけられ、地面に置かれた事務所に改造された。なお、本形式の廃車解体後、不要となった二軸台車2台は、MT26 系主電動機を装着したまま、東洋後期に払い下げられ、台車は、北陸鉄道 ED301 に、主電動機は、 東武鉄道日光機動線 ED611 に、それぞれ転用されている。現、株式会社、池外、株式会社、池外ディーゼル。例えば 150PS 級の GMH17 は、重量が約1トンで、出力、重量比は本形式の期間の1.5倍であった。定格回転数 1250RPM 時。他に、補機用として、 端子電圧 40V 時定格出力 1.6kW の低圧出力も用意されていた。国鉄の電車用量産制御機で橋間と渡りが導入されたのは戦後開発の CS10 が最初である。端子電圧 600V 時定格出力 80kW800RPM。試作で特殊性が強かったためか、小正式型番は与えられなかった。 設計段階の運転整備重量は44トンであったが完成した実車は50トンに達した。なお、例えば同様の構成の電気式機動車で1930年製のスイス国鉄のデシメートルに4型は 420PS のディーゼル機関を搭載して自長57.3トンアッペンツェル鉄道のアブドムに 455から56型は 250PS のディーゼル機関を搭載して、地上32トンであった。湯口通る、日本の内燃動車、P56。同書では、国鉄工作局技師による技術市場報告では 1km あたり1.1リットルとされたことも記載しているが、いずれにしても、到底良好な燃費と言えるものではなかった。安倍俊之、 廃車隊あれこれその後、鉄道模型趣味1995年12月号、機芸出版社、雑誌コード06455から12、P88、国鉄機派に36,450、1962年9月、大井工場。ありがとうございます。